今回は練習問題の21、二次関数の最大値、最小値について一緒に勉強していきましょう。問題は2題ありますね。ではいきます。空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。カッコ1ですね。まず平方完成してグラフを書きましょう。平方完成するとこのようになりますね。これできましたか？できなかった人は例題17をもう一度確認してください。ちなみに計算はこうなりますね。まずはこの x2 乗の係数マイナス2でくくります。でくくるのはこの4x までですね。マイナス3という定数は無視です。でくくるとこうなりますね。2でくくるので4が2になって、マイナスでくくるのでプラスがマイナスになります。で次ですね、この2という数字の半分の数字1ですね、これの2乗を足して引きますね。そうしてこの前の3つ、 x2 乗マイナス 2x プラス 1 で、このカッコ x-1 カッコ閉じる2乗を作ります。で残ったこのマイナス1の2乗ですね、まあ、マイナス1ですね、これを外に出します。で注意するのは、そのままペッと出さないように、ここにマイナス2があるのでカッコの外に出すときにはマイナス2をかける必要があります。ですからマイナス1とマイナス2をかけてプラス2ですね。ですからマイナス3プラス2でマイナス1になってます、ね、こういった手順を踏んでます。では次です。グラフを書きましょう。こうなりますね。頂点は1とマイナス1です。1とマイナス1ですね。で傾きマイナスですよね。ですから上に凸のグラフになります。でこのグラフを見て最大値最小値読み取るんですけども、こちらを見てください。最大値最小値どちらかの値はありません。ではこのグラフを見てどちらがないか分かりますよね。もちろん最小値がないですね。この x の範囲がないのでひたすらずーっといきます。ですから最小値はないです。では最大値を求めましょう。見たら分かりますよね。最大値は x が1の時ですね。最大値もちろんマイナス1です。頂点ですね。そして最小値はありません。ですから前回の例題でもお話ししましたけども、二次関数の最大最小の場合は頂点が関係している場合が非常に多いです、ね、そういった意味で必ずグラフを書いてください。では次カッコ2ですね。こちらも同じように平方完成してグラフを書きます。するとこうなりますね。できなかった方、例題17、必ずやり直してください。で途中ですけどもこうなります。このマイナス 4x の4の半分の数字2ですね、これの2乗を足して引きます。で前の3つですね、 x2 乗マイナス 4x プラス 4、でこのカッコ x-2 カッコ閉じる2乗を作りますね。で残ったこのマイナス2の2乗、マイナス4ですよね、これをカッコの外に出します。ですからマイナス4プラス3でマイナス1になりますね。このように平方完成をしています。では次グラフを書きますね。頂点は2とマイナス1ですね。2とマイナス1です。で今回のポイントはこの定義域があることですね。で頂点入ってませんよね。でしかもここ3がイコールがありません。で4はイコールがあります。ですのでこの3のところ白丸ですね。で4のところが黒丸です。このグラフが書けたらもう OK ですね。このグラフがなかなか書けませんね。でこのグラフを見て読み取りましょう。でここですね、最大最小どちらかの値はないと書いてます。これ見てどちらの値がないか分かりますか、ね、もちろん最小値ですね。それについてはちょっと後で話をします。まず先にこちらですね、 x4 において最大値が3ですね。これはこのグラフを見てもらったら分かると思います。で最小値はないんですけども、ここ3は値に入ってないんですよね。じゃあこのグラフなんですけども、3に近づけば近づくほどちっちゃくなりますよね。ですから極端な話、3.00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 
1という時が一番ちっちゃいわけです。ですから値を特定できないんですよね。だからなしになります。これ非常に注意です、ね、ですから、まあ、見た感じ3だねとか言ってで3を代入してああなるほどねとか言ってやったらダメですね。ここだけ注意してください。今回はここまでです。ありがとうございました。